どうも、菅大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで、今回は2022年残すところわずか、そんな2022年を振り返ろうということでですね、今年はいろんな、経験をおかげさまでさせていただきました。本当にいつもありがとうございます。そんな中でも初挑戦となったのは、5月にアベマツアーもありました。そして秋には、QT 初挑戦ということで、そのアベマツアーに関してもお話をしたいと思いますが、カメラ切ってしまった。今日はですね、QT のお話をしていきたいと思います。男子ツアーの最終的な賞金シードがどうだったというお話もしたいと思いますし、今回ちょっと QT のお話からしていきたいと思います。12月の前半にですね、ファイナル QT が4日間行われました。そこではですね、来年のシード権をかけて、決勝の舞台で、有名選手、皆さんがね知ってるような選手もシード落ちした選手もですねそこに出場して、戦った試合なんですが、最終的に2022年のですね QT1 位に輝いたのは篠勇樹選手という方が、1位になりました。篠勇樹選手、最終日に10アンダーと大まくりをしてですね、2位には武藤選手がいるんですが、武藤俊則選手ですね。詳しいところはですね、何位になるとどれくらい試合数に出れるというところは、私も把握はしていませんが、まあ1位の場合はですね、賞金シード、来年のシードを獲得した選手は65人いるんですが、66人目の賞金シードというかシード選手としてエントリーされると思いますので、来年の男子のツアーは全て出れるといったところだと思います。JGTO のね、試合に関しては。で、2位以下の選手に関しては、そのランキングに応じて試合数が、少し変わってくるのかなと思います。皆さんの知っている選手で言うと、中西直人選手とか、29位という最終的な QT の、ランキングになっております。中西プロはですね、今年、賞金シードをですね、惜しくも落としてしまいました。80位くらいでしたね、賞金ランキングが。あと10位くらい、70位くらいまでがギリギリ賞金シードだったと思うんですけども、まあ、詳しくはですね、JGTO ホームページ見るとね、わかるんですが、あとは、矢野東選手もね、今年、シードを落としてしまって、QT に、QT ランキングで言うと89位ということになってるので、この89位というのが、一体どれくらい、男子のツアーに出れるのかっていうのは私は正直わからないところで、ただアベマツアーですね、出れるような、雰囲気だと思います。男子の下部ツアーという言い方で合ってるんでしょうか。アベマツアーには出れるということで、まあ、他にも藤田選手とかね、有名選手が今年、賞金シードを落として、藤田博之選手ですね、で QT ランキングは57位ということで、その上に56位手嶋太一選手とか、有名選手いらっしゃるんですが、ツアーに何試合か出れたり、そしてアベマツアーの方にはほとんどの試合出れるみたいな形で記事で拝見しましたが、アベマツアーにも、参加したいというところで藤田選手はおっしゃっていたようです。そんなところで、実はこのファースト QT 出てた菅原大地にも QT ランキングということで、生まれて初めて QT ランキングをいただきました。その順位は一体何かと言いますと、2022年 QT ランキング950位でございます。ということで、なんとなくわかると思いますが、すごく下の方です。当たり前ですが。ちなみにですね、今年 QT に参加した方は1114ということで、一番下のランキングが1114位ということになっております。950位というランキングをいただけたということで、私のまあ QT ランキングとしてはこれが、出発点ということで、2023年も、QT 挑戦しようと思っておりますので、ここからねランキングを上げてって、ランキングを上げてって何をしたいというわけではありませんが、やはりそのツアーのを目指している方々と一緒に、同じ気持ちで、そういったところにですね、挑戦するということで、やっぱりいろいろ見えてくるものとか、そのツアーに関して、少し情報をね皆さんにも知っていただけたらなと思って、来年も、
出場しようと思っております。まあ、QT に関して2022年シードを落とした選手、逆に初シードを取った選手など、こう明暗が分かれているわけですが、今年の賞金ランキングでいうと比嘉選手がね、4年連続で、シードを獲得して賞金ランキング今年は1位ということで、1億8000万円稼いでおります。2位は星野陸也選手で1億1000万で、3位は皆さんもご存知、堀川未来選手ということで、 YouTube で大人気の、5年連続シードということで9400万円、その下が初シードで岩崎選手ですね。そして5位も初シードということで桂川唯人選手。桂川選手は、QT ランキングからね、男子ツアーの出場権を獲得して、そして見事今年はメジャーでも活躍しておりましたが、8400万円ということで第5位のシードでございます。初シードでいうと他には川本力選手とか、大西選手、長野選手、デロスサントス選手、鍋谷選手、合ってますか、鍋谷選手かな、ちょっと読み方がごめんなさい、分かんないかもしれないです。そんなところで、まあ、あと何人かいらっしゃるんですが、まあ、逆にシードを落としてしまった選手っていうと、先ほど申し上げた、中西直人選手や浅地選手とかもいますね。ショーン・ノリス選手とかも賞金シードは落としてますが、賞金ランキングシード以外の出場資格保持者ということで、トーナメントをメジャーとかで優勝すると3年シードとか4年シードとか、試合によってあるんですが、 JGTO のホームページで見れる賞金シード表っていうのを見てるんですが、星印がついてる選手は、賞金シードを取れなくてもそれ以外の資格を持って来年のシードはまだありますよということですね。他にはですね、大堀裕次郎選手に関してはアベマの賞金王になりましたので、来年のツアーの賞金じゃないシードを獲得ということになっております。そんなところで詳しく知りたい方はぜひ JGTO のホームページから賞金シード表というのが見れますので、来年どんな選手がシードなのかなっていうことと、まあ、逆にどんな選手がねシードを落としてしまって、来年はそのシードがない状態で戦うということで、アベマツアーとか、男子ツアー出てくると思いますので、まあ、そういった見方をしてると、やっぱり、まあ、どんな選手でももちろん応援したくなると思うんですが、賞金シードを目指して、ね、こう復活を目指して頑張ってくださいっていう風に、また応援の見方も少し変わってくるのかなと思います。練習お疲れ様でした、しゅんくん。お疲れ様です。お疲れ様でした。しゅんくんとね回りましたよね、大堀裕次郎選手、沖縄オープンで2022年、はい、そんなしゅんくんと一緒に回った、沖縄で回ったプロが来年は男子ツアー活躍するということで、そんなところで、男子ツアーは今年2022年を見ててもいろいろこう初めての試みいくつかあったと思います。今パッと思い浮かぶところで言うと、入場無料でやったトーナメントがあったりとか、秋に開催した三井住友ビザ太平洋マスターズとか、ギャラリーの方が入ってて盛り上がった大会だったなという印象で、石川遼選手がね、復活優勝というか久々に優勝して話題になりましたが、石川遼選手は賞金シード今年は、10位ということで、石川選手14年連続シードということでですね、連続シード記録でいうと本当に多い方ですね。15回っていうのはほとんどの選手見てると10回以下の選手がほとんどで、こうどれだけ毎年そのシードを獲得することが難しいかということがねよくわかるんですが、連続シードを獲得しているその回数でいうと、まあ、藤田博之選手とかは相当回数が多かったと思うんですが、それでも落としてしまったというところで、やっぱり若手の選手がたくさん出てきたなというのが今年2022年の印象です。宮本和松選手、賞金シード56位1500万ということで、23回目、でも連続ではないんですね、3シーズン連続ということで23回目ということで、だから連続記録でいうと石川遼選手が14回、池田勇太選手も14回、連続他に連続でいうと片山慎吾選手がぶっちぎりです、25シーズン連続、25回目ということで、一度シードを獲得してから一度もシードを落とさず
やってきてるということですね。あの片山慎吾選手は A 級シードもあの賞金じゃなくて優勝回数25勝すると賞金シード、賞金に関わらず A 級シードがもらえるということで、今出てる選手の中で片山慎吾さんだけじゃないですかね、 A 級シードで出てるっていうと。ちょっと間違ってたらコメント欄で皆さん訂正してください。ぶっちぎりです。25シーズン連続で男子トーナメント出てるということで、もう一人いらっしゃいました、小田孝明選手15シーズン連続ということで、そんな感じでいろいろ情報を見てるとね、面白いデータもあったりして、あの2022年からギャラリーが入れる試合も増えてきて、あの見たい選手をね、間近で見れる試合も増えてきたので、来年どういう風な感じになるか楽しみだと思いますし、賞金ランキング3位の YouTube でも大人気の堀川未来選手とかも、優勝たくさんして、話も当然分かりやすく、そして技術もうまいっていう説得力が違いますね。本当にあの堀川未来選手は今年コラボさせていただいて、いろいろ勉強にさせていただきました。来年もいろいろ勉強させていただきながらタイミングでコラボできたらなと勝手に思っております。堀川選手お願いします。ということで、今回は、ツアーのお話ということで、 QT ランキングのお話ということで、私菅原大地は950位という蚊帳の外ではございますが、来年 QT 挑戦して、またまずはねファースト QT をファーストを通過するということを目指して、また気持ち新たにこの冬コツコツと練習を重ねて、来年の試合に向けて頑張っていきたいと思いますし、より一層レッスンの活動においてもいろんな方々にレッスンをして、上達をサポートできるように頑張ってまいりたいと思います。近々でアベマツアーに関するお話、私が死ぬほど緊張しました、人生で一番緊張した、アベマツアーのことに関してもお話ししていきたいと思います。だいぶ寒くなってきましたので、皆さん体調には気をつけてお過ごしくださいということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。